ズハードコア不死身のタフガイが入場してまいりました。得意のキックでジュリアのトップを伺ってまいります。この男ケンタの入場であります。頑張れ30分一本勝負を行います。青コーナーオリジナルレスラー頑張れ頑張れ。赤コーナー190ポンドケンタ FE マイティ井上さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、掴みます。エルボー、フロントからのキック、腕を捉えます。逆に切り返します。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああ、そうですか。腕を取ります。腕攻めに転じます。おっと、逆に捉えた。バックに回ります。逆さ押さえ込みで丸める。返してまいります。腕を捉えます。脇固めに持ってまいります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。蹴り技の申し子であります、このケンタ。日々のトレーニングの合間を縫って、その蹴りに磨きをかけるこの男。ケンタのキックは、ギャルのハートも真っ赤に晴らしてまいります。腕を抱えた。バックを取ります。肘を打ち込んでまいります。ロックアップ。テイクダウンを奪います。ストンピングです。コブラクラッチの体勢。エルボーを入れていきます。顔面に突き刺さります。あっと、パンチです。あっと、エルボー。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。掴んだ。ラッシュの嵐が襲う。顔面へのキックです。エルボーで返します。顔面ハイキック行くのか。あっと、返します。気合を入れてまいります。抱えます。肘を打ち込んでまいります。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのが効くんですよね。ああ、なるほど。腕をフックします。 DDT。 あっと、キャッチした。ローキック。リキラリアットバズーカ。カバーの体勢、ロープに逃れました。組みに行きます。コーナーに振った。
走り込んでのエルボー。おっと逆に捉えた。バックを取ります。バックドッ、抱え上げてバックドロップ。ストンピング強烈サイドからの膝蹴り。エルボーを入れていく。ちょっと今カウンターになりましたよ。ブロック状況か。引き起こす。あと逆に返した。さあ決まるか。カウント点。顔面蹴り上げる。頸動脈を締め上げる。頭を掴んでニーリフト強烈。いけるか。逆に返した。ストンピング、組み合った。あっと切り返した。戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。ロープリフト。